安いには訳があるはず。ドンキホーテ Android TV 搭載テレビ、サクッとレビュー。ドンキホーテからテレビチューナーのないテレビが発売されたので早速ゲットしてきましたよ。お値段なんと 32,780円。ありえねえ。その代わりなのかはまだわかりませんが、テレビチューナーが搭載されていません。え、どうやってテレビを見るんですか？ Android TV が搭載されていて、ネットにつなぐことで各種ビデオオンデマンドサービスなどを利用してコンテンツを楽しんだりするテレビなのです。今日はドローン練習会で旗場に来ています。このドンキのテレビ持って。ドローン飛ばしに来いよ。まあ旗場でも使う時が来ることもあるでしょうけど。でね、箱持った時その軽さにまず驚いたんですよ。中身何も入ってないんじゃないかと思えるくらいに、女性でもきっと軽々と持ち上げられると思います。42インチですよ。でも本当に軽いですね。約6キログラムだそうです。付属品はこれら。テレビの足は2本あります。ネジはそれぞれの足に2本ずつ。取り付けるためにプラスドライバーを用意しましょう。マニュアルは読んでおくことをおすすめします。通過読め。テレビの足を取り付けるときはテーブルの上などで足のところだけはみ出させて取り付けると良いでしょう。軽いので取り付け後にテレビを起こすのもたやすいです。保護フィルムはとっとと剥がして捨ててしまう性格。設定はマニュアル読みながら。 Android スマホな人は超スムーズです。こちらはホーム画面、カスタマイズも可能らしいです。 YouTube 動画の再生も問題なし。あ、このテレビ 1080p です。 4K とかじゃないです。念のため。本体下にあるのが電源ランプ、リモコン受信部でもあります。有線 LAN 端子、光デジタル音声出力端子、 HDMI1、 HDMI2、 HDMI3、 AV 入力端子、イヤホン出力端子、バックユニットの側面に USB ポートが2つ。起動してみましょうか。あれ、ここは旗場じゃないですよね。はい、軽いので再度車に積んで持って帰ってきました。実はこれ大きなモバイルディスプレイとしての運用を考えているんです。 Nボックスの後ろに積んでドローンのプレビュー映像を補助者をはじめ多くのギャラリーに堪能してもらうという魂胆です。残念にも天候が悪く、まだ実際に設置稼働させることができないでいますが、まあできることは概ね分かっているので問題ないでしょう。ただいくつか残念なことが分かっています。ほう、それはどんな。まず DJI FPV の映像がテレビにつなぐだけでは映せないということが分かりました。あら、 DJI フライは Android 版も配布されていましたよね。それに Android 携帯で DJI フライを起動してゴーグルをつなげばちゃんとプレビュー映像も来てたじゃないですか。はい、ですがこのテレビに搭載されているのは Android ではなく Android TV。 Google Play からダウンロードできるアプリにかなり制約があるみたいです。ポケモン GO とかもダウンロードできないんですよ。なるほど、画面がタッチパネルじゃありませんしね。インストールできるアプリはビデオオンデマンド系などテレビで使えそうなものばかりに見えますね。もう一つ残念なのはスマホ画面のワイヤレスミラーリング。 Chromecast は YouTube 動画の続きを見るとかはできても、ホーム画面やら他のゲームのミラーリングまではできませんからね。もちろん HDMI で PC とつなげばいくらでもミラーリングもできますから。ワイヤレスではミラーリングできないというだけのことです。拡張モニターとして使いたい場合も HDMI 接続ですね。ミラーリングでもゲーミング PC で 1080p60fps の動画を再生するのと、このドンキホーテ情熱価格な42インチ Android TV 搭載テレビで再生するのとでは、明らかに PC の方が映像が滑らかです。色味も結構違うんですね。テレビにも調整する機能があったはずですから、調整もできるだけやっておいてみようと思います。シミュレーターは迫力の大画面すぎて酔ってしまいそうになりました。慣れてしまえばもしかしたら画面酔いの耐性がレベルアップするかもしれないので、たまには我慢してやっておこうと思いました。確かにこれは酔いますね。ゲームなんかもちゃんとできるもんなのでしょうか。それを試すために引っ張り出してつないでみました。次の映像をご覧ください。大画面で見るしずえさんもなかなかオツじゃないですか。ほらほら、ずっとプレイしていなかったから。テレビを置いている場所が Wi-Fi 基地局から離れすぎているみたいで、こうして時々接続が切れてしまうみたいです。まあ、ずっと今の場所で使うわけじゃないので今改善すべきことではないのですが、
とまあこんな感じにお安く42インチモニターが買えるようになったのは歓迎したいです。このテレビの良いところはとにかく軽いから持ち運びも楽、 Android ユーザーフレンドリーなシンプルセッティング、割と映像はくっきりしてる、そこそこ使いやすいインターフェース。悪いところは少し動作がもっさりしている。スピーカーが安物すぎるのか音がこもってる。 Android TV であって Android じゃない。 Android のクラックにはあまり詳しくありませんけど、もしもこれに Android が導入できて DJI Fly はもちろん他のアプリなんかも入れられるようになったら、さらに面白いテレビになりそうなのになんだかもったいないですね。今後そういった改造ネタが上がってくることにも期待しつつレビューを終えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。